こんにちは。サタデーココスです。ちょっとね、今日ブランチにしてはまた編集だとかやってて遅い時間になっちゃいました、これからゆっくりと食事をしたいなと、今日の三浦海岸は真夏日で快晴です。まずはココス定番のほうれん草のバターソテー。サラダはマッシュルームのサラダです。今日は珍しくクラムチャウダー、そしてメインディッシュはシーフードドリアです。いただきます。デザートはショコラ&ベリークレープにしました。さっき地震がありました。びっくりした。しっかりいただきました。ごちそうさまです。ですね、先ほど食事中に対岸で千葉県震度5弱の地震がありました。横須賀も最大震度4という情報がスマホに出てちょっとびっくりしましたけど、何事もなく無事に終わりました。じゃあ、こんばんは、僕です。今日は5月の25日20時を回ったところです。真夏日の土曜日でした。最初にご覧いただいたのは、サタデーココス、少し遅い昼食というか、まあ、夕食を兼ねる形になってしまいましたけれども、家内と出向いて食事をした、様子を見ていただきました。今日はですね、遡ってタイムスリップをする形で、いろいろ取りだめた映像があるので、それを、たわごとの間に織り込んでですね、見ていただこうかなと思っています。いろいろなことがありました。例えばマビックエアここにあるんですけれども、これを海ポチャしてしまいました。ここにあるのはマビックエア4号機です。結果としてですね、僕の手元には1、2、3、4とこのマビックエアの、なんて言うんでしょう、ケースというんでしょうかね、これが、溜まった結果になってます。まあ、なぜ、3号機をロストしてしまったかと言いますと、まあ、これはですね、僕も迂闊だったんですけれども、後で見ていただきますが、長沢の、私の住む長沢の、沖合には、東京湾を行き来する大きな船、ここには当然自衛隊、米軍、あるいは、他国の軍艦等も行き来するんですけれども、ドナルド・レーガンというですね、大きな空母が沖合に停泊していました。まあ、僕としてはその空母を空撮するつもりは毛頭なかったんですけれども、うっかり飛ばしてしまったんですね。で、ヘリコプターも行き来していたりしたので、まあ、これはまずいということで、すぐ帰還をさせようと自分の手元に戻そうとしたんですが、途中で全くコントロール不能になってしまいまして、
海にですね、スーッと綺麗に、なんていうのかな、滑走するように水没してくれました。特定はできませんけれども、やはりまあ軍艦ですのでね、空母ですから。レーダーに捕捉されたことも考えられますし、いろいろなそういう妨害電波を出しているということもあったりもするのかななんて思いながら、まあ、自分の軽率さを、反省しました。まあ、おかげさまで4号機今のところ無事です。まあ、マビック2プロにしようかどうしようか本当に今回は悩んだんですけれども、まだまだ未熟なところもあるので、まあ、入門機的なこのマビックエアもっと使い倒さなければ、マビック2プロを購入したところでいい絵は撮れないだろうなと自己検査をしましたので、懲りずに4代目マビックエアをチョイスしました。ご覧になってみてください。マビックエアコントローラーからの記録データの映像なので絵は綺麗ではありませんが、マビックエア3号機海ポチャの瞬間でした。この日機体への干渉が強いと、電波障害のアナウンスがコントローラーに表示されていました。お昼ごろウィンドサーフィンワールドカップの会場を空撮をし、午後2時ごろお天気もそこそこなので少し練習でもと思い、長沢の洋上にマビックエアをフライトさせました。沖合に米軍の空母が停泊しており、ヘリコプターも行き来していました。嫌な予感がしましたので至急回避行動をと思いまして丘に戻そうとしましたが、海面を這うようにしてコントロール不能の状態で海ポチャです。結構ね、車混んでますよ、やっぱりね。ナンバーもね、都内だけじゃなくて、旭川だとか、結構遠隔地からいらしてる方々もいらっしゃるみたい。今日は10月じゃなくて、こんにちは。今日は5月の12日日曜日です。今、12時を回ったところ、昨日からですね、横須賀の津久井浜というところでアナ主催のウィンドサーフィンのワールドカップが開催されています。ちょっと競技の邪魔になるといけないので、ウィンドサーフィンが跳ねてるところは空撮しませんけれども、会場の様子だけ空撮をしてみたいなと思って、少し浜に出てきました。僕です。5月18日土曜日早朝、太陽が昇りかけています。これからマビックエア4号機到着したので初フライトです。
かないと、特に予定も立てずに思いつきと言ってもいいようなプランで、忍野八海を目指しました。まあ、できれば温泉でも入りながらというところは希望的にあったんですけれども、まあ、スケジュールの都合ですとか、宿を探してもどこもかしこもいっぱい、まあ、とりあえず現地に行って、空いているところがあれば宿泊して次の日帰ってきてもいいねなんていうようなノリで出かけたんですが、それは叶わぬこととなりまして、日帰りの強行軍となりました。まあ、これもですね、忍野八海というところは水車があって、わびさびのところなのかなという期待感で行ったんですが、ともかく人が多かったでした。まあ、一つのもうテーマパーク化していて、ちょっと自分としては、まあ行きたかったところに行けたということでは満足しましたけれども、ちょっと残念だなというところは正直な感じを持っています。また天候もですね、良くなくて、雨に降られたりしました。富士山をマビックエアで空撮したかったんですけれども、まあ、なんとか捉えることはできましたが、100% 富士山の雄大な、峰を撮影することはできませんでした。まあ、ついでに、僕が大好きな精進湖に立ち寄りまして、小雨降る中、マビックエア、これまだ3号機の時の話ですけども、小雨降る中頑張って飛んでくれました。なんとなく、精進湖という雰囲気が伝わってくる映像が撮れたように自分では思ってますので、ご覧になってみてください。どうぞ。横浜横須賀道路を乗り継いで保土ヶ谷バイパスという、国道16号のバイパスに入ります。そこから東名に入るわけですが、横浜町田インターから東名に合流をすると早速渋滞に引っかかりました。まあ、これはゴールデンウィーク中のことですので覚悟の上のことでしたが、厚木を通り過ぎるとご覧のように流れはスムーズになりました。ここは山北の高架橋で、とても、ロケーションのいいところで気持ちのいいドライブでした。御殿場インターを降りまして山中湖方面に向かいます。以前は山中湖に向かうには山越えをしなければならなかったのですが、この長いトンネルを通り過ぎることによってあっという間に山中湖町に入ることができるようになりました。山中湖町に入ると雨が降ってきましたが、ここで忍野村に到着です。こんにちは。連休7日目、今日は急遽山中湖のそばの忍野八海に来てます。なんかね、雷雨で雨がポチポチと降ってきちゃった。予測はしてたけどね、すごい人出です。外国の方もかなりいらっしゃるよう。まあ、アジア系ですけどね。どうも書く人が多い。参った。結局ね、忍野八海って池の周りに売店だとかちょっとしたなんていうの、お団子みたいなのを売るようなお店がたくさん並んでるっていう感じ。ちょっとイメージ違った。あんまりナチュラルじゃない。
松山駅。まあそれから息子夫婦が遊びに来てくれまして、久方ぶりに、孫と会いました。アヒル、これはですね、孫が来るだろうと思いまして、100均で事前に買っていたアヒル、これを僕と孫用に2つ買いまして、結構楽しみました。じいさん5万円というところです。そして、孫と手をつないで近所のセブンイレブンにアイスクリームを買いに行ったりして、まあ人並みの、時を、幸せな時を過ごせたかなというように思います。まあこの10連休、思い返して、語れるところはそんなところですね。まあ実際のところ仕事に、3、4日行ったりもしましたので、10連休通しでフルで休みというわけではなかったんですけれども、まあそれなりに楽しませていただきました。まあ新しい、天皇がね誕生されたということは、日本国民として喜ばしいことですので、その慶治にあやかって私も人並みの幸せを味わわせていただいたということで、どうもありがとうございました。まあお礼を言うところでしょうね。では、昨日ではなくて今日の朝、空撮をした長沢の静かな朝、穏やかな朝の映像もあります。
それからですね、一つやってみたかったことがありまして、これあのなんて言うんだろう、ラジコンカーですね。本当にあの安い、2,000〜3,000円のラジコンカー、ここにですねオズモポケットをこうつけましてね、これを走らせて、それを、マビックエアで空撮をすると、それをどうしてもやってみたくて、近くの海のそばの公園でやってみましたが、なかなかこの人まっすぐ走ってくれなくてですね、結構苦労しました。まあそれでも一応やりたいことはできたので、まあこれも満足かなと。でその時にですね、とても嬉しいことが一つありました。撮影をし終わって片付けを始めた頃、20代前半の青年から声をかけられました。空撮した画像を見せてもらっていいですか。あ、どうぞ。そして一つ画像をもらえませんかと、映像をもらえませんかというように言われたので、いや別に僕はあの趣味でやってることだから構わないので、スマホが僕と同じ iPhone でしたから、エアドロップで、その方に差し上げました。インスタの、アカウントとかを交換してですね、まあこういう関係が生まれたというほどのお付き合いではありませんけれども、若い方からまあもう還暦を迎えるこのおっさんがですね、声をかけられ、いい趣味ですねなんて言われると、なんとなく嬉しくもあり、ああそうか、そんな年になっているんだななんていう自分自身を顧みる一コマもありました。控えめな印象を受ける方だったんですけれども、その方のインスタを拝見したところ、かなりあのパッショネイトな方で、ああうちに秘めた熱いものを持ってるんだなというように、感心させられました。良き出会いがあったというようなエピソードを紹介させてもらいました。もしかしたらこの Vlog 見てくれてるかもしれないので、またよろしくお願いします。いつか会えたらまた話しましょう。レイは初めてのココスです。ちょっと遅めの食事になりましたけれども、これからゆっくりと食事を楽しみたいと思います。今日の三浦海岸は曇ってます。今日は何を食べましょうかね。実は今日のサラダは生ハムのサラダをチョイスしました。やはり欠かせないのはほうれん草のバターソテー。サイドメニューでスパイシーフライドチキン。今日は明太スパゲティです。デザートはメイプル香るクリーミーアマン。こんがりとした焦げ目が美味しそう。いただきます。さてそんなところで、今日の僕を終わりたいと思います。また次はいつになるか分かりませんけれども、できれば週1のペースで続けていきたいなと思っています。毎度毎度同じような、ネタでしかありませんけれども、ぜひまたアップした時にはご覧になってみてください。
今年は梅雨がないとかあるとか今朝テレビで言ってました。暑き夏が早く訪れるのではないかなと思ったりもしています。どうぞ皆さんご健康には十二分にご留意されて、良き日々をお過ごしください。どうも今日も最後まで僕のたわごとに付き合っていただきましてありがとうございました。じゃあ今日はこれで失礼します。おやすみなさい。ボスです。今日はねちょっとまた遅い時間になっちゃいました。ビッグエアを飛ばしてたりしたんで遅くなりました。今日の三浦海岸は快晴です。じゃあこれから食事します。今日はほうれん草のバターソテーはスルーしました。マッシュルームサラダからです。それからエビとブロッコリーのアヒージョにしました。肉料理はシンプルにヘルシーなチキンステーキにしました。ほうれん草がここで登場です。ほうれん草とベーコンのバター醤油炒めパスタです。ガチャガチャーン。いただきます。さあこれから家に帰って編集です。三浦海岸はいいお天気です。鯉のぼりが日の丸と一緒に泳いでます。もう5月の季節終わったんだけどね。まあいっか。